ずっと1時間もう1秒もたがわずノンストップで料理人が格闘するわけですよ。その間私と服部さんがずっとアドリブで掛け合ってるわけですよ。昨日めざまし8の取材で料理評論家服部幸男さんとの思い出を語ったのは元フジテレビアナウンサーの福井健二さんです。福井さんと服部さんが共演していた番組、1990年代に放送されたフジテレビの人気番組「料理の鉄人」。日本中が注目する伝説の三鉄人、中華の陳建一、フレンチの酒井宏之、そして和の道場六三郎、彼らの作る料理のレシピは若き料理人たちの最高の教科書と言われています。一流料理人同士の真剣勝負を福井さんがぶっつけ本番で実況し、服部さんが軽妙な語り口で解説。2人の息の合ったコンビネーションは番組を大いに盛り立てました。トマトというテーマでポイントはどのあたりに置けばよろしいですか？そうですね、まあこれイタリア料理にはすごくね有利ですよね、はい、ですから鉄人危うしとは言いたいんですけども、この鉄人がですねすごくね、はい、また野菜の使い方うまい人ですからね、うまくクリアするんじゃないですかね。どうでしょう、面白いですよ、はい、これは。さあ挑戦者が「あ、新しい行動を始めましたね、服部さんどういう方向に行きますかね」って言ったら、服部さんが「福井さんね、そろそろフォアグラが出てくるんじゃないかな」「いやフォアグラですか、そんなおっと出てきたフォアグラだ」という感じでね、そういう意味でもうかけがえのない、漫才でいうとこの相方だったというのが僕の印象なんですけどね。番組では服部さん自身が挑戦者として鉄人道場六三郎さんと対決したことも。さあ挑戦者の方はちょっとこれはパイ包みのソースにするんではないかと思うんですけど、あれ何をなさって冷やしてますね。ひょっとするとまたずいぶん大変なことをするのかな。そうですか。と言いますと、煮こごりにしてそれをトリュフの間に挟んでったりなんかしちゃったり、フォアグラと一緒にね挟んだりなんかするときにやるんですけど、まあ非常に難しいテクニックになりますんでね、その時間内でできるかどうか。福井さん、はいどうぞ。太田リポーター、はい、挑戦者側なんですけれども、何品作りますかという質問に対してですね、5品作るつもりだったが、今時計を見てハッとして2品できれば、上出来だねと、答えておりました。2品ですか。はい、ああそうですか。固まらないよ固まらないよと言ってますが、どうしてもこれ今固めに行きましたねこれ、果たしてこの液体は固まってくれるのかどうか。服部幸男、トリュフを使った料理での対決。服部さんはパイ包みなどの料理を仕上げましたが、白子をかき混ぜて飲む贅沢な鉄人です。鉄人道場です。あっと頭を抱えました服部幸男。勝者と敗者に分かれはしましたが、お互いに尊敬し合う2人が力を出し切りました。およそ6年間にわたって料理の鉄人に出演し、番組を支え続けました。僕が印象に残ってるのは、料理の鉄人が始まって2年か3年か経った時に、小学生がなりたい職業ランキングというアンケートがあって、それがね料理人が1位になったんですよ。それを随分ね服部さんは喜んでましたね。福井さん1位になりましたよ、今小学生は料理人になりたいんですよみんなって言って、いや僕もいい番組持っちゃったなというようなことでね、すごく喜んでましたね。柔和な笑顔と温かみのある言葉、日本の料理界の発展に愛情や情熱を惜しみなく注いできた服部さん。その訃報は突然のことでした。先週金曜日に自身が料理長を務める服部栄養専門学校の校内で倒れ、病院へ救急搬送、その後間もなく亡くなったということです。学校側の発表によると、死因は急性心不全、78年の生涯でした。終戦を迎えた1945年、東京で生まれた服部さん。料理に目覚めたのは小学4年生の時だったといいます。小学校4年の時にね、うちの父がね、朝食とそれに昼の食事、これね、お前さんね、日曜日に作ってくれよって言うんですよね。エビを買ってきてね、背筋抜いてね、そして衣つけて揚げたんですよね。丼つゆをどうしたらいいかってね、非常に苦労しましたけどね、それでね、出来上がったね、熱々のご飯に乗っけてね、丼出したの。父がね、一口食べて、まずいって言ったねまずいって言われちゃったんですよね。そしたらね、うちのおばあ様とね、母がね、お前ね、これからいろんなところで食べましょうよってことでね、天ぷら屋さん、いろんなとこ回りましたね。じゃあここの親父さんに習おうかって言ってね、おばあちゃんもね、交渉してくれた。天ぷらのね、揚げ方、材料の揃え方、みんな教えてくれたんですよ。さあ、そしていよいよその日曜日が来ましたよ。今までね、うまいって言われてないんですよね。今度こそね、うまいって言わしたいということでね、作ったんでね、習った通り。そしたら何と言ったら、うまいって言ってくれたんね、やったみたいなね。それでね、非常にね、嬉しくなっちゃって、それ以来ね、親父さんのね、美味しそうな顔とね、うまいっていう顔にね、頭によぎるんですよ。ああ、言わせたいと。大学卒業後は、父親が創立した服部栄養専門学校の講師を務め、1977年校長に就任。料理人の育成に尽力する一方で、さまざまなテレビ番組でも親しまれてきました。フリーアナウンサーの生島博さんは1980年代、番組の旅企画で服部さんと共演。その人柄をしのび、当時の思い出を振り返りました。僕がまだ局のね、アナウンサーだった頃に「そこが知りたい」という番組が始まって、そこで路線バスの旅を、その時はもう服部先生ほとんど、まあ、テレビ界では無名だったんですけど、喋り出すと長いんですよ。でもともと学校でまあ60分とかね、90分授業とかやってらっしゃるから、最初の頃はやっぱりまあ先輩だし先生だから、僕はもう黙ってこうやって聞いてたんですけれども、ディレクターの編集が大変だと思って、ビニール傘のこう先の方でですね、先生が長しゃべりになっちゃうと、僕がこうやってピッとこう太ももの裏とかお尻をね、刺すんですよ。服部先生がピッってね、もうあと10秒で締めるという、そういうことで、まあやはりテレビサイズってことをまあ学んだのが路線バスの旅だったんですね。そんな服部さんが長年にわたって力を注いできたこと、それが食育の普及でした。薬も大事です。お医者さんも大事です。しかしながら、それ以前に一番大事なのは食生活、正しい食事。これがあって初めてお医者さんも薬も生きてくると。2005年、小泉純一郎内閣時代に制定された食育基本法。それを発案し実現に尽力したのが、日本でいち早く食育の必要性を提唱していた服部さんでした。さらに和食のユネスコ無形文化遺産登録にも力を注ぎ、実現に導いた立役者でもありました。日本は発酵文化があるということ、あと生食文化で食べて健康的なものも多い。でやはりね、豆であるとか、それに非常に健康的にね、組み合わせの中でね、本当にこんな素晴らしい食ってないんですよね。外国の人が何のために来るかっていうと、和食を食べたいって言ってくるんですよね。我々はまあそういう意味から言えば、食べ物を通じてね、世界に発信するというその意味はあるんですよね。ですからそのつもりで頑張りますけどね。料理学校の校長として料理人の育成に尽力しただけではなく、食育や日本食の普及に生涯を捧げてきた料理評論家服部幸代さん。食がですね、少なくても家庭料理自体が、どうも離れてきたっていうのは寂しい限りなんで、欧米でも核家族化が進んでおりまして、バラバラになったんですね。ところが週に一度お家にですね集まりましてね、そしておじいちゃんおばあちゃんの家に集まって一緒に食事をするということをみんなでやることになったんです。そうしますとね、メニューが増えてくんですね。だんだん日本もですね月に一度でもいいですからですね、皆さん一緒に集まる機会を持っていただきたいなと思います。先生は食育への思い、そういったものはすごくおっしゃられていましたね。やはり子どもたちっていうのは小学生のうち、低学年のうちから食育に目覚めて、健康にいいもの、体にいいもの、舌にいいものをチョイスするというのはやっぱり無理ですよね。だからこそお父様であったりおばあ様であったり、もちろんお父様もそうですけど、そういった方々が子どもたちへしっかりとしたものを食べていただくようにしなければいけない。これからの日本を背負っていく子どもたちの味覚っていうのはとにかく大切にしなければいけないんだよということはよくおっしゃってましたので、日本食をね世界に広めて、そしてその世界中の人に日本の食の素晴らしさをね分かっていただくんだって言って燃えてて、地域特育体育プラス食育だと。どうしても簡単な食事で済ませる若い方たちが増えてきたんで、そういうことに対するその将来的な不安ということももう本当に真剣に考えていらっしゃって、料理界に貢献するため亡くなる直前まで精力的に活動していた服部さん。先月配信された動画では、こんにちは、道場六三郎です、よろしくどうぞ。服部です、よろしくどうぞ。かつて料理の鉄人で腕を競い93歳になった道場六三郎さんの YouTube チャンネルにゲスト出演。食へのこだわりを語っていました。冷えてもうまい天ぷらが大好きなの。揚げたてがいいんじゃないですか。いや、揚げたてもいいの、だけど冷めてもうまいね天ぷらなんですよ。弁当のおかずに入れたらね冷たくなってもね美味しいからね、みんなね喜ぶんだねこれ。